はい、えー、皆さんおはようございます DZH フィナンシャルリサーチの又です、えー、ただい今月12月14日水曜日ですね朝の7時30分ぐらいになりますけれども SBIFX ライブ始めていきたいと思います まあ、昨日はです、ね、もう皆さんもご存知のように、アメリカの11月のアメリカの CPI、こちらが発表となりましたけれども、なんと予想を下回るですね弱い数字となりました。えー、こちらを受けまして、株価ですとかー、特に為替市場ではですねドル円ですね、まあ、激しく反応したという形となっています。ドル円に関しましては、ですね201時200日平均線を下抜けまして、134円台までですね突っ込んで売り込まれるというような状況となっています。 まあやはり12月のですねもう中旬になりましてマーケットの利動性が非常に薄くなる中で、えー、激しくですね、えー、必要以上にです、ね、過剰反応してしまうとまあこういったですね値動きがついているというところですまあ本日もですね FMC を控えていましてまた再び違うイベントをですね控えているということもあってまあなかなかですねまあ上下にまた降らされる、えー、ですね関えーかんえー 展開が予想されるというところですのでまあ、とにかくポジションの管理ですねえ気をつけてやっていただきたいというふうに思いますまあ、そこら辺の値、ね、動きまたですね振り返ってみたいと思いますはいえ、こちら見てもらってますのが昨日一日としてのですねドレンド5分チャートです まあ、CPI を前にしまして、ですねドル円の方ですが、まあ、7円台ミドルで、えー、まあ割と相価がい展開というですね東京市場だったんですけれども、一時、東京市場137円の97までですね一旦買われまして、前日の高値が7円の85でしたから、前日の高値を上抜けて7の97までですね値を上げる場面があったんですが、8円台まで届かずという形、そして、欧州時間になりますと、直近金利の低下とともに徐々にですね、えーえー、CPI 前にポジション 調整でで戻り売り売押されるという形となったわけですそして CPI が出る直前までですね戻り売りに押されまして一時137の26までですねこの CPI が出る前の安値をつけてニューヨーク市場を CPI をですね迎えたという形となっていますですから7円の97の高値まで東京時間買ったんですけれどもポジション調整から7円の26までですね値を下げて下押しをしてですね CPI を迎えたと こちら見てください CPI 年率で7.1%予想が7.3%でした前月期も0.3%の予想のところは0.1%コアの数字も年率が6.1%の予想のところは6.0% 前月比が0.3%の予想のところが0.2%と、まあ、先週末のですね、PPI が予想を上回る強い数字だったものですから、まあ、CPI もですね、当然強い数字になるだろうというですね、予想もしている向きもかなり多かったんですけれども、まあ、なんと予想を下回ってきたというところで、えー、こちらをですね、少しサプライズ的な弱い数字だったというところで、えー、一気にです、ね、売りが重なるという形になりましてね、まあ、一気に135円台までうわーっとストーンとこう急落と。 という形となったわけです。そして135円のところ前半のところ実はこれ200日移動平均線あるんですね。 200日動金銭135円台の前半、昨日は135円の27にあったんですけれども、やはりそこら辺で一旦ですね揉み合いをするんですが、揉み合いながらも一旦下値を試します、4円の66まで売り込まれるという形となりました。ただ、やはり200日移動金銭付近でですね広いたい向きもかなりあったというところで、徐々に下値を切り上げていく展開、そしてアメリカの長期金利、債券市場は割とですね、 まあかなり幅はありましたけれども、為替市場のドル円の動きに比べれば冷静な判断となっています。3.611%から3.4123%まで急低下となるんですが、12月7日に3 4 0 6まで実は急低下しています。その3.4%はですね、割り込まなかったと3.4123で下げ止まりました。そして結局のところ、その後はですね、入浴ーー時間午後になりますと、3.5、結局クローズからですね、3.5%。 台を、えー、まあ何度もお話ししてますように今マーケットのです、ね、市場の 10, 10年産利回りの節目というのが実は3.5%なんですね。 3.5%に上か下かということでかなり違ってくるんですけれども、この3.5%をですね回復して、ニューヨーク市場を引けれるんですね。まあ、ですから、長期金利がですね徐々に値を戻すにつれまして、ドル円も当然のように買い戻しの動きになったというところ、135円の6号まで買い戻しが入って、ニューヨーク市場を引けたと、こんな形となっているわけです。まあ、非常にでですすね値幅がすごくある中で 200日平均線です。とかアメリカの金利にですね。振らされて今値動きがあったというところなんですね。そして日足のチャートで確認をしましょう。 まあこちらがですね、奴隷の冷やしのチャートなんですが、ここ見てください、今、ちょうど200日のところですね、まあ、ここの12月の2日,2日と5日の時もそうなんですが、200日のところはかなり意識をされて買い物されました、そして今回も、えー、今日もですね昨日も200日を一時、下抜けたんですけれども、実は今日の200日は135円の36に来てるんですね。 まあですから当然、下値の目処としては200日の5円の36ですとか、まあ、昨日のでの4円の66、ね、は当然そうなんですけれどもここら辺りでまた下げ止まるかどうかといったところそこが相当です、ね、意識されるという形となりそうです。ちょっともう少しです、ね、で直近のところにしてみましょうで少しちょっと見づらいんですけれども1目の転換線かなり下にです、ね、下げてきたわけなんですけれども実は転換線が本日 135円の日してますで今も135円の5560あたりまでですね戻しをしているんですがえ今日の終わり値ベースで135の80をまたなんとかサポートできるのであれば またですね、反転の兆しもあるというところですけれども、まあ何と言いましても、今日 FMC を控えているわけですから、それ次第ではまたここにストンと抜けていってしまうのか、きちんとまた200日でサポートされるのかといったところですね、まあ、ここら辺がやはりポイントになってくるというところでしょう。まあ、ですから、本日は200日の135の36と一目転換線の135の80といったあたり。 そして CPI が出る直前のですね安値であった137の26ですね、まあ、こういったところがこの下落のですね起点となっているわけですから、そういったところは戻りのですね目処になってくるというところでしょう。また、昨日の高値の137の97というのも、ですね昨日の高値としては意識されるという形となりそうです。 いずれにしましても、ですね今日も f m c がの後ですね、明日の明け方になりますけれども、相当また激しい動きになる可能性もあるというところで、かなりですねポジションの管理に注意をしなければいけないというところだと思います。はい、それでは、ですね彩りの方も見ておきましょう。 はい、えー、こちらがユーロドルの5分チャーートになっています、まあ、ユーロドルはですねアジア時間からですね少し買い戻しが入ったんですけれどもその後またあですね下値を試すような形となりました1.0528まで値を下げましてその後はですねじりじりと下値を切り上げていく展開。 えー、そして、えー、CPA を受けて全般、全面的なドル売りという形になりますと、ユーロドルも一気に買い上げられました。直近の戻り高値、抜けられなかった戻り高値、12月の5日の1.0595ですね、えー、ここがどうしても抜けられなかったんですけども、ここを上抜けまして、1.0673まで買い上げられたんですけれども、その後の下押しが1.0611ですね。 やはり12月5日の1.0595が今度はサポートレベルになってきているというところなんですけれどもドル円のですね3円以上の急落に比べればユーロに関しましては150ポイントぐらいのですね上昇ですから半分ぐらいの反応になってきているというところですね。 黄色ドルの方も確認をしていきます、まあ、ここの今お話していましたのが12月5日の高値ですね、ここはなかなか上抜けできなかったところなんですけれども、1.0595ですね、かれこれ2週間ほどもみ合っていました、ここ抜けてきているわけですね。まあ、ですから あ今日の FMC を受けまして、またどうなるか、ちょっとまたですね不安定な動きになりそうですけれども、ここがサポートできるのかどうか、ですから1.0595、またサポートできずにまた下がっていってしまうのかというところですね、ここらへんも今日の FMC 次第で相当また違ってくるというところだと思います。ちなみに一目の点換線、1.0551までですね上がってきてますので、ここもですね、下値の目処として意識されそうです。 はい、えー、それではですね。今日予定されてます。大野経済指標を確認していきましょう。<laughs> はいえー、こちら見て待っていますが、今日予定されていす主な経済指標となっています。今日この後8時50分、日本のです、ね、日銀の単,、えー、単管ですね、えー、こちらが発表という形となります、えー。そして海外市場ですけれども、この後はあ9時5分、オアー・ RBNZ 総裁、議会証言ですね、えー、そして16時、欧州時間入りまして、11月、イギリスの CPI、えー、または RPI、交流物価指数とインフレ指標が続きます。 そして同時刻、11月スウェーデンの CPI も予定されています。ね。そして5時ちょうどが11月の南アフリカの CPI、 P.I. 十九時が十月ユーロ圏の高校業生産、え八時が十月南アフリカ小売売上高、そして十時半が十月カナダ製造業出荷と十一月のアメリカの輸入物価指数と続きます。そして十二時半が翌十二時半が E.I.A. の週間在庫統計、そしてえ何と言いましても明け方の四時になりますね。まあおそらく市場参加者はもうこの四時に起きてですね、もうそのその,そのまま会社に行くことような形になると思いますので、まあ早寝早起きをするしかないという形になると思うんですけど。 朝方4時ですね、FOMC が政策金利を発表、そして今回一番注目が集まっていますとが、同時に出ます経済金利見通しですね。そして最後に4時半からパウエル・ファルル議長が定例記者会見を行って、最後締めるという形となるわけです。でですね、マーケットのですね今ですね、一番の注目材料はですね、 昨日も少しお話したかと思いますけれども、とにかく利上げ、今回の利上げ幅はもう0.5%でほぼです、ね、変わることはないということですから、利上げ幅が問題にはまたなっていません。今回、一番の問題になっていますのは、ターミナルレート、要するに今回のです、ね、一連の利上げの一番最終点ですね、最高ポイントがどこにポイントをです、ね、置いているのか、見積もりでいるのかといったところですね、そこら辺のですの、ね、FMC メンバーの中央 こっちがどこにですねまあ、情報修正されているのかといったところをですねやはりマーケットとしては見ているわけですそういった意味でもこのドットチャートですね経済切り見通しの中のドットチャートというチャートがあるんですがこのドットチャートの来年の2023年末のドットチャートのですね中央値こちらがですね自動的に いいですね、ターミナルレートということになるわけですから2023年末のドットチャートがどこまで上にです、ねまあ、推移しているのか、情報修正されているのかというところを見なければいけないという形になるわけです。で、こっちのドットチャートの方なんですけど、皆さん、ですね誰でも見ることができます。FRB のです、ね、ホームページで、この4時, 4, 時4時にです、ね、発表と同時に、整備 M と同時にです、ね、やはり公表されますので、皆さんぜひです、ね、これあの、ダウンロードまたはパソコン上で 見てもらいたいと思うんですけれども、9月のですね9月の調査の時点では4.6%というのが中央値だったわけです。それがおそらく5%になっているのか、5%以上になっているのか、5%に届いていないのか、こちらでですねだいぶ市場の反応がですね変わってくると思うんですね。で実はでですすねねこここののののドットトチャートこのです、ね、この昨日の CPI を受けて、もしかしたら変更になっているかもしれないというですね予想もあるんですけれども、実はドットチャートというのは、いろいろ調べてみたところ、先週の金曜日に一旦締め切ってのみたいなんですね。先週の金曜日に一旦締め切って、一旦まと,めまとめてあると。ただ、規則上は本日1日目を f m c のメンバーが会議を行っていますけれども、1日目のですね会合の夜まで、 夜まではあ、まあ、いつでもですね、変更することが可能であると、まあ、こういう規則にはなっているというところなんですね。ただ、まああの まあ慣例といいますか、これまでもそういったですね直前に前日になって変えるというようなことは、これまでもほとんどないということですから、おそらく9月9日の,9日のですね金曜日に締め切って以降、おそらく変えるようなところはですねないんじゃないかなと思うんですね。ですから、そういった意味でも5%以上になっているのか、なってないかというところで,で、またマーケットの反応も変わってくるというところだと思いますので、そこら辺をですね よくやはりきちんと見極めなければいけないというところだと思います。まあ、論調が変わってくるのであれば パウエル議長がですねその後の記者会見で少し補足の説明をすると思いますので、まあ、そういったところもですね合わせてきちんと見ていかなければいけないというところです。まあ、いずれにしましても、とにかく乱高下はですね必死になると思いますね、まあ、ですからかなり12月のき、まあ、今日も昨日もそうだったんですけれども、薄いですねマーケットの流動性が非常に薄くなっている中で、方向性をですね見失わないようにしなければいけないというところだと思います。 それでは今日の解説をお会いいたします。